現状1勝1敗で、自力優勝というのはなくなってしまったんですけども、孝太郎を除く3人が、2勝1敗で並ぶ可能性があるというところで、そうなると3枚1番持っているのがリノさんの1500枚プラスで、僕との差が現状約3000枚差がついているので、明日は最低でも勝ち、そして、3000枚の穴っていうのをしっかり意識しながら明日は立ち回っていきたいと思います。明日の立ち回りなんですけれども、今下見終わってみた結果、狙い自分なりに、精度高くつけれたんじゃないかなと思う騎手としても、北斗の拳、天性の将、あとは化け物語、この2騎手、3枚、3000枚というのも考えた上で、この2騎手の接点狙いで明日は攻めていこうかなと思います。プロバラウォーズ最終戦ということで、1戦目二郎君、2戦目リノさんと、負けてしまっているので、もう優勝という夢はないんですけれども、2位というのはまだまだ十分に狙える可能性はあるので、ファーストシーズン優勝者の意地とプライドをかけて明日は絶対に勝ちに行きたいと思います。明日の狙い騎手なんですけども、下見をした感じでは北斗の拳、天性の将がかなり初当たり良好な台が多かったので、それと同時に前回リノさんと戦った時に遠征は四五郎下が出ていたので、おそらく明日も高設定使われるんじゃないかなと思うのと、自分の3枚自体がマイナス2000枚弱と結構マイナスなので、それを取り返す意味でも高順序の騎手打っていかないといけないので、明日は遠征狙いでいきたいと思います。やっぱり寝台の偽物語、そしていつも通り花々で絆かな。あ、でも転生も結構これちょっと出目確認します。昨日の段階でクレジット1つ入ってなかったんですよ。でこの台が、第一候補なんですけど、これ据え置き狙いなんですよね。やっぱ出目は変わってますよ。前台変わってますよね。やっぱ変わってますね。この1枚はどういうことなんですかね。やっぱりこの絆、そして寝台の偽物語、天性魔の紛ってある島が一番にほぼ満席になりましたね。結構1ゲーム閉店してから回すお店って友とかにたまに本当1枚役そのまま揃って払い出しするの忘れてたっていうのはあるんですけど、多分天性僕の台そうやと思うんですよね。1ゲーム回してだからリセットか据え置きかっていうのはもう当日のゲーム数で判断していくしかないんで、はい、この北斗の拳転生の章なんですけども、前日が初当たり14回続いてまして、グラフ的にはマイナスではあったんですけども、7000、8000回転ぐらいおそらく回ってたので、設定があるからこそ回してたんじゃないかなと。で出てないっていうことは、もしかしたら、このホールさん結構 A タイプとかもそうなんですけども、高設定据え置きの傾向を見られるんで、今回もしかしたら置かれてると、リセットかけられてるかもちろんその可能性もありますけど、打ち替えの可能性も全然考えられると思うので、まずは今回を設定狙いで打っていきたいと思います。ではお願いします。さあ今日ね、狙い台もそうなんですけど、一つ、3枚大きく取るために、セカンドシーズンから導入された延長ルールっていうのを、いつも以上に意識して、多くの時間を打てるようにちょっとしようかなと思ってるんで、その辺も最後の方は考えていきます。
でまずは狙い台、めっちゃバケ集まってますね。朝一は北斗の拳転生の章、狙い台2台つけたうちの、まあ、2番候補なんですけども、この台空いてたんで朝一この台から打っていきたいと思います。なんか今日変というか、いつもあんま集まってなかった機種に人集まってるんで、ちょっと気にはなりますね。窓マギあたりもワンダイになってるんで。キングを倒す。一応この台が昨日299試合目なんで、まずは理性確認して、で一応上げ狙いで候補つけたんで、まあ、強気なら、まあ、状況見てやめで、あと狙い機種のもう一台の化け物語も多分偽物語導入の影響もあると思うんですけども、化け物語、そしてあと窓マギにいつも以上に人が集まってる、まあ、化け物語に関しては再導入増大っていう感じなんですけども、まあ、だからその辺の機種もちょっと、まあ、近いんで気にしながらちょっと動いていきたいと思います。転生に関しては過去の履歴遡っても結構強い台が多いんですよね。3日前とかの履歴で初当たり26回っていうのがあったんで、これなかなか26回でつかないんですよ。朝から自信持ってぶん回したとしても結構難しい数値回数なんで、やっぱり転生は大事に扱ってるんじゃないかなと思いますね。143ゲーム143安倍して発見です。特定定めの時ですね。まあこれリセットでもあるところなんですけれども、据え置きならば、まあ、ちょうど700のゾーンに差し掛かっているところですかね。行きます。159ゲーム159安倍して発見です。あ、当たった。当たりました。はい、161安倍氏ですね。総投資6本で確定です。ここでの当たり、リセットか据え置きかっていうのは判断できないですね。どちらでもあるところなんで。まあ、ただ、本来後手って据え置き狙いなんで、まあ、リセットでの打ち替えっていう可能性も十分ありますし、まあ、据え置きなら外出ますし、なんで、まあ、いずれにせよちょっとしばらくじっくり判別して打っていこうと思います。はい、オーラの色黄色ですね。1回目の投手全部いきます。激闘いきましたね。
まあ、だいぶ使いましたけど、勝負球残り3個で4セット目です。あ、ランプ白になったんで広角以上、まあ、レアピー引いたんでジャックチェリーからこれ当たってたとしても内部状態はちょっと分からないまま68アーベンシー発生で60キャルチー手離せジャックチェリーからです。ちょっと広角かそれ以外かはちょっと分かんない状態です。110アベシ、はい、以上なしで181アベシ。いいもん手に入っ、スーキング140ゲーム243アベシ。まあでもここはリセでも防いでもね、全長クリオのアベシなんで、とりあえずどこで当たるかですよね。147ゲーム250アベシから定めの突き、天波かな、当たりましたね。154ゲーム257アベシ、据え置きだと556アベシですかね。とりあえず AT 当選です。投資が今250枚、さあとりあえず大事な一発目、まあ、ちょっと分かりにくいアベスで当たったんですけど、まあ、リセットの可能性の方が、まあ、高いと思うんですよね。まあ、そのあたりは他の転生の動きなどを見ながら、まあ、リセットが多いっていうのを参考にしながらちょっと判断していこうと思います。おー、ラッキー中押しチャンス、ジャックチェリー B で7個プラス、勝負球10個で、まあ、さあ3つぐらいで勝ちたい。勝負玉9個使って継続で、残り1個でリセット目、まあ、めっちゃ早速使いましたけど、まあ、単発じゃなかっただけよしですよ。勝負玉2個でいきます。ラスト、はい、2セット259枚、まあしょうがない。103アベシ発見です。いや、かなり長いですね、これ当たってそう。125アベシ勝てるさなか、あ、天国で当たってそうですね。勝てました126アベシ。
前回のね、オーラは白、2回目の旗取り、いいんじゃないですか、一発、まあ、一発目 100% リセットっていう状況ではないにしろ、リセット濃厚、さらにそこからすぐ天国行ったという感じなんで、まあとりあえず粘れそうな挙動が見れてますね。赤は来たんじゃないの。でやね、うわー、ちょっとさすがにもらった思ったんですけどね、分からない、損はしてない、別に損はしてない。うわー、来たー、これ揃えなあかんとこ、揃えなあかんとこ、押し順あるよ、黄色、よっしゃ、来た、来ました、見たかたくさん、ゆいに行こう、なんか揃った、やろうか、あ、やっ、じゃあ1個言っていい、すげえタイミング悪くて、うん、俺も今赤カットインきて外れたばっかやってる、うわ、出した、出した、うるさいわ、赤外すとか、早やれや、そんな人いんの、早やれや、赤外す人とか俺見たことない、うるさい、じゃあどうせ食わへんやん、そんなに、え、かわいそうやからやらしたのか、いや、いいよいいよ、それはもう自分でやるよ、あ、ほんま、うん、見といてるわ、あ、見といてくれる、うん、20個ぐらいいくわ、これ6セットぐらいやるし、え、やったらええやん、長いけど大丈夫やったらええ、いい、あ、ほんま、じゃあ行きます、でもこういうのに意外と弱い、やっぱ勘違いしたらあかんのは、ここで食べたからといっていっぱい出るわけではない、もう2個乗った、もう2個乗ったわ、え、4個目、はい、4個目、あ、リプレイ引くあたり下手ね、あ、下手、あ、何してんねん、ちょっと少ない、あ、もう離した、え、やる、あ、あ、まあ、ちょっともう離したや、さっと、もう決まったや、6個、6個でした、しょぼっ、ちゃうで、あの、え、4段やからさ、なんかいっぱい乗るか全然乗らへんかにしてや、全然乗らへんかった、普通やん、いや全然乗らへんかった、めっちゃ普通、あ、そう、ごめん、なんかごめん、時間返して、え、俺が悪いの、時間返して、ごめんな、お、怒られてたんですけど、中途半端やよって、確かにね、ええやないか別に、じゃあ行きましょうか、だ結構もう合計だから11個なんで、リード、大幅リードですよ。あとまあちょっとせっかくラブで食べたのにですよね。おっと、めちゃくちゃタイム。